ご存知、新潟が誇るノドグロけれど、全国的な知名度はいまいち。そこで県は年間 2,3 トンしか流通しない貴重なノドグロを新たなブランドとして売り出すことを決めました。高級魚ノドグロ、正式名称は赤ムツですが、体は赤くても口の中が黒いことからノドグロと呼ばれ、季節を問わず脂乗りがよく白身のトロとも言われています。新潟県民に親しまれていますが、県によると注目度は石川県金沢の5分の1。そこで新潟イコールノドグロのイメージを定着させたいとして、県は厳しい条件をクリアしたノドグロを新潟の食のブランドとして全国に売り出そうというのです。高規格ノドグロ、産地としての美味しいものが食べられるというイメージをしっかりつけていくと。その条件の一つは、ノドグロは鱗が剥がれやすいことから、村上市と糸魚川市の特定の港で、はえ縄や刺し網で漁獲されたもの。そしてサイズ。県によると、島根県ではドンチッチノドグロ、長崎県ではベニヒトミといった名称でブランドノドグロを売り出しています。新潟のブランド条件は他県より大きい400グラム以上としています。せっかくブランド化になるんであれば、あんまり肩の細いよりも、まあ、400グラムでもちょっと小さいくらいかなと思ってるんですが、条件に見合うノドグロの漁獲量は年間 2,3 トンとわずか。高いものは市場価格で1キログラムあたり1万6000円で取引されます。行政の方で PR も思いっきりやってもらいたいと。まだ本当に消費者に対して、長谷にであろうと、まだ料亭であろうと、消費者にうまくそのなんていうんですか、美味しいということをイメージつけさせてもらうと。今後、新潟県全体の魚を引っ張っていくための、まあ、イメージリーダーとしても非常に力のある魚だというふうに考えてますので、特に首都圏などから新潟県に来ていただいて食べてもらう、そういうところを狙っておりますので。6月には都内で PR イベントを開き、ノドグロのブランド名を発表するということです。